せようと思ったんですかね。ですよね、回り潰して蹴るの。ソウルオリンピックゴールドメダリスト左ハイー、左足が切れている、切れている。デリバーソン大もそうだった。立ち上がる、今一瞬踏ん張れたかなと思ったんですが、でそこからが自分たちの勝負だ。なるほどね、美味しいですね。ショートレンズにただ入れるかどうかというところ、森アナウンサーのリポートです。あっと、この内股が効いている。あっ、それはいけない、これは投げてしまいました。あ、今はもう内股が内股と蹴りをもらって、かなりこれダメージ大きかったんでしょうね。思わず投げてしまいました。しかし、ウサシがダメージが大きいぞ。これは腰の辺り落ち着けたか、ちょっと腰の辺り